大体こんなもんか、とりあえず。よし。とりあえず向かいますか、あっちに。多分こっからだったらあの赤い方が近いかな。うん、母校を消費していこう。特に何もないか。 あんなとこにいるな。あ、リンゴ、リンゴがあるよ。よいしょ。木の上なんかあんの？キノコか。ゴーゴーだっけ。天井や木だった崖に無理やり生えるキノコ。どこにでも生える生命力がすごい。料理に使うと移動力が向上する効果があると。なるほどね。ちょっと食い物は回収していかないと、そろそろなくなる。なんかあるかな。そろそろ上着が欲しいな。落ちたら死ぬよね、崖だもん。ああ。蜂の巣があるの。ああいうのも使えんのかな、感じからして。ここから当てられるかな。おやっと、このぐらいかな。ほあ、違う、もうちょっと上だ。パニック。へいへい。おお、ヘッドショットあんのかこれ。なるほど。よいしょ。いや、蜂の巣だ。頑張り蜂の蜂蜜。巣から取れる蜂蜜は栄養満点。その高栄養価により隠し味として使った料理は頑張り刑事回復の効果を持つ。ほうほうほう、いいね。もういいかな、この辺は。ていうか壊れそうになってるであろうものを。でもないか。弓も大丈夫か。これ壊せん、壊せないや。うん、なんか転がってる。角か。
て。骨、切り離されても動き続ける不気味な腕の骨、あまりポーチに入れておきたくない、古びてもろくなっているのですぐ壊れると。なるほど、武器か。めっちゃ動いてる。キモ。捨てる。よいしょ。ボゴブリンいそうだな。あー、夜はダメですね。間違えた。あ、間違えた。ん、キースの羽。キースを倒して手に入れた素材、よく見ると細かい毛がびっしり生えている。虫と一緒に煮込むとって何かあんの？キースの目玉。キースを倒して手に入れたとても珍しい素材、食材としては使えなそうもないが、何か他の使い道があるかもしれない。なんだ、何ができるんだ。ここだね。めっちゃ骨動いてんな。何？あ、やばい。やばい。マジか。マジかよ。やば、今のやば。ってことは、あっちは通らねえ方がいいのか。ってことは、起動するやついんのか。やばいな。撤収。よくね。登るしかねえな。やべ。よっと。ん？旅人の剣。おお。
主に危険な野生生物、に対する備えとして、ハイラル全土で使われる剣。壊れにくいが、魔物相手には少し心もとないと。これいらんな。いって！うわ。牙とか出た。さっき大剣が落ちてなかったでしょ。旅人の両手剣。各地を愛する冒旅する冒険者が愛用する両手持ちの剣。魔物との戦いではその重さを生かし、敵の構えた盾を吹き飛ばすことができる。欲しい。間違えた。まあ、捨てますか。おい。よいしょ。これで3つ目かな。さてさて、よっしゃ、次はジャバジフの方の試練ですな。破壊の力。どんどんシーカーストーンにアプリが取られていくわ。ダウンロードしてね。リモコン爆弾。あ、遠隔操作で起爆できる爆弾ができたのか。爆風で魔物にダメージを与えたり、物を破壊することができる。丸型と四角型があるので状況に応じて使い分けられる。ああ、なるほどね。設置するのと投げたりするための爆弾か。使ってみよう。投げる？あれ。お、転がった。起爆。あ、起爆。お、すげえ。爆弾をこれで使えるのいいな。お、これで置いてみるか。ファイヤー。結構爆風があるな。なるほど。あ、間違えた。投げちゃった。壊れた。見てない間に壊れちゃった。なんか上にありそうかな。登れねえや。なるほど。射出。よいしょ。
通して、ほい、ボンバーってのか。なるほどね。こっちだかな。OK。うん、これ自分も飛べっかな。試してみようかな。お、飛ぶんだ飛んだ。うん、なんだあれ。なんかあれありそうだな。取ってみる？わお。わお。特に何もねんかい。なんかはめんのかなと思ったら、そういうわけじゃなかった。よいしょ。ほいっと。琥珀。ハイラルで採れる樹脂の化石。美しい飴色に輝き、古くから装飾品や工芸品に使われていたと。いただき。うん。これ関係ないのかな。あれかな、こうやるんですよみたいな感じのやつのかな。こう入んねえもんね。入んないね。出たけどあんま意味ないかな。うん、あんま意味なさそうだな。さすがに3回目ともなるとそこまで読まなくなるっていうね。いやでもこの人たちずっとミイラでここにいたってことだよね。なかなかだよな。即身仏ってやつだもんね。というわけで3個目。あと1個かな。それであれか、ここを破壊できるのか。よーほい。オッケー。これあれじゃね。あー、やっぱ食らわせられるな。これ止められっかな、動き。やばいやばいやばい。あ、ダメだ。動かせない。どうしようもできねえ。倒せるって分かったから間違えた。でもめちゃくちゃ硬えな。いやー無理だな。おー、危ねえ。
さて、神殿怖。ここに行くのに、ここの覇者だった方が早そうな気がするんだよな。こっちから。ここ経由するの多いな。こっち。あ、キノコ、キノコ。キノコはいただくよ。おー、高い。こっちからはいけないな。ってことは、もうちょっとあれだな、こっちからだな。ほい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 。あれなんかあんのかな？よいしょ。あ、でも光ってねえから、アイテムじゃねえか。よいしょ。さてさてん。鳥の巣ありそうだなと思ったけど、なかったわ。よいしょ。早い。で、お、いい感じの調理場が。何してんの？ああ、狩りか。さあ、あ、間違えた。わあ、一撃が仕留められなかった。無理だった。なんか通るって言ったの今。なんだこれ。頑張り竹。森の木のそばに生える緑色のキノコ。大地のエネルギーをたくさん溜め込んで料理に使うと頑張りが回復する効果が現れる。ほほほ。おっと、間違えたよ。あ、なんか花？なんだ？何？今の何？何これ？え？何これ？なんだ？転ぶ？何何？森の妖精。これ返しといて。ああ、集めたらいいことありそうなんだけど、ちょっとに読んだ。うん。なるほどね。収集的な要素か。ウェイ、間違えた。間違えた。さっさっさ。
なんだあれ。忍び草。主に森や草地に咲く花。夜になるとほのかに光を放つ。料理に使うと静けさを増す効果が発揮される。ほほ。わあ、山登りだ。くっそ。断崖絶壁か。ハイラル層、生命力に満ち溢れたアーブ。ハイラルの草原に多く自生し、料理を使うとハートを回復させる効果があると。なるほどな。よし、これより山登りを観光します。まずここ。よいしょ。豚の鳴き声がするな。OK。あそこか。まだ遠いな。うわ、寒い寒い寒い。危ない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 。あの拠点潰すか。あ、でも結構いるな。でも拠点欲しいな。よいしょ。いやー、いっぱい矢がもらえる。そういうことじゃねえか。ごっつぁんですな。 いた。間違えた。チャージショットみたいなのか。ういしょ、ういしょ。よいしょ。いった。 OK。
あれなんだな、敵倒しまくると手に入るもんがあるんだ。これあれか、マグネットか。はい、これでもいけるか。ボンバー。ボンバーできたわ。焼きリンゴは出たわ。あ、料理できんじゃん。ほいほい。なんだろう。あ、琥珀だね。よいしょ。作ろう、なんか。おー、すげえ。頑張り、甘露煮キノコ。頑張りゲージを回復させる効果。蜂蜜を加えて甘辛く仕込んだキノコ料理。濃厚で奥深い味わい。まあ、そうだな。スーパーなキノコ料理行くしかねえ。よいしょ。ゴーゴー。串焼きキノコ。ほほ。ゴーゴー効果。なるほどね。カラーリングがマリオとルイージみたいな。頑張り串焼きキノコ。頑張りゲージを回復させる効果。キノコの風味が香るシンプルな串焼き。なるほどね。これとハーブ使ってみるか。ピリ辛蒸し焼き果実。ほうほう。いいね。あ、でももうすぐ暗くなるから、ここで時間潰すか。朝まで。朝です。結構あれだな、また登山か。ああ、食うか。温め効果ぐらいで十分だから、これいくか。おお。まあ、いっか、とりあえず。いやー、これまた嫌な予感がするな。ビーム打ってきそうな。まあ、与えるじゃん。倒すか。あ、飛ばない。意外と飛ばない。石投げてきた、石投げてきた。危ねえ。こいつ強えんだよな。あ、やべ。やば。やばいやばい。普通にやられる。肉。あ、間違えた。危ねえ。
そうだ。剣使ってみるか。こいや。おっと。お、回転切りできんじゃん。よいしょ。よいしょ、壊れた剣が。トゲボコ。少し硬い木で作られたボコブリの盾。木の板に動物の骨をくりつけて強度が増していると。まあ、いらんな。兵士の剣。ああ。かつてハイラル城の守る兵士が使ってた剣。魔物と渡り合うことができる切れ味を持つ。金属の刀身は耐久力にも優れている。なるほどね。何これ。ボゴブリンの肝。ボゴブリンを倒して手に入れたとても貴重な素材。ちょっと動いてて気持ちが悪い何か使い道があるかもしれない。やばい盾捨てちゃうかこれ。でこれにしよう。でこれ、あ、これじゃない、これ、あ、硬い、こっちにしよう。でもこれもうすぐ壊れんな。あ、もしかしてこれでもないか。登るとこがねえの。こういうこと。あ、でもないか。うん、あ、ダメだった。あ、あれか、行った。ダメだ。ってことは、あれを切るか。まっすぐ上に上がんねえのか。ってことは、お、ちょっと待って、矢が壊れる。こういうことか。そうだね。よーく狙ってここ。おいで。あ、違う違う、武器かよと思ったんだよ。この辺消費していこう。ふふ。おや、壊れた。うん、よき。まあ槍はいいか。角は薬になるからね、もらっとこう。ほいほいほい、タッカラッパくんっと。よいしょ。あ、間違えた、危ねえ。琥珀。
弓はいいかな。矢が欲しいけど。お、言ってたら矢が出てきた。なんかフラグ回収。オッケー、よいしょ。さあ、橋を渡っていきますか。これ寒いやつだ。ピリ辛キノコをパクパクと。うわー、これは。ああ、なるほど。違う。かな。よ。ああ、間違えた。やばい、やばい、やばい。うわあ、うわあとしか言いようがない。よいしょ。お、危ない。なんか食わないと。オッケー。これ。こうしてこうしてこれでいける？意外とジャンプ力ないのよね。おお、ああ、うん、どこ乗れっかな。よいしょ、乗れた乗れた。はい、これでどうだ。ジャンプ力的に無理だな。お、そこにあんじゃん、まだ。すげえ無理やりなことしてたな。だよね。飛べ、よいしょ。ほいっと、おいや。あ、流れてっちゃう。やばい、やばい、流れてっちゃう。あーあああああああ、ダメです。いやー、まさかこんなに変なとこで苦戦するとは思わんかった。あれはそのままでよくて、間違えたな。で、これをこうして、こうして、こう。
こうかな。で、こう。で、どうや。あぶね。もうやられんのはやだ。オッケー、取れた。よかった。え、これもしかしてまた山登りか。ああ、登山じゃなかっただけよかったわ。普通に登れるわ。そうでもないか、これ。まあ、いや、ちょっと道なりに行ってみるか。さてさて。高っ。高いな。このぐらいなら登れんな。トゥミンケ言いにくい。ほい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 。さてさて、よいしょ。ウィーンと。ウェイ、次はなんだ？トゥミンケ。氷柱ってことは氷か。アイスメーカー。氷に水面に氷柱を作り出す。作り出した氷柱はとても固く溶けることもない。水辺での足場や障害物として利用ができる。作った柱にもう一度使うことで破壊もできると。なるほどね。問題は作り方だけど。よいしょ。登れる？あ、登れるんだ。いいね。間違えた。よっ。ういーすって感じだね。そこだけかな？ OK。氷柱。ああ、持ち上げられたりできんだ。こういうふうに。ああ、すげえって敵か。あ、武器装備してない。危ね。よいしょ。オッケー。わねー。久々にあれだな、あのメーカーのやつ出てきたの。ほう。ああ、なるほど。足元を狙うってなんだ。ああ、なるほど。これで、置い
こうやるとこうなると。はあ、すげえな。で、次。と思ったらもう終わっちゃったな。いつもならこの展開で宝箱あってすんだけど。なさそうかな。宝箱。今回はなさそうだね。4回目ともなるともうついに喋らなくなるっていう。どこにでも現れんなこのじいさん。言えましたな。おう。四つの祠が交わる場所。じいさん、あんた何者だ本当に。大地にあるすべての祠を克服の証を手に入れると再び老人が現れた。四つの祠が交わる場所で待っている。そう告げると老人は姿を消したと。なるほどね。で、交わる場所、ここら辺か。ほい。ああ。とりあえずクソ寒そうだな。ピン打っとくか。よいしょ。まあ、とりあえずいつも通り、はい、ここに戻りますか。ここだな。うん、表から入ろうちゃんと。もうすげえことになってる。授かってきましたよ。力もらえるんすか。おほ。ああ、なるほど。四つ引き換えに何かあげられるのか。ああ、ハートも欲しいけどな。崖登ったりするとかあるから頑張りかな。はい。
頑張りの器。試練を克服することで身につけた新たな力、頑張りゲージの上限が増える。お、そういう、お、行きなさい、このハイラルに安寧を。ういっす。灰を上がってこいって、どうやって。登るってこと。それとも階段ある、もしかして。階段なさそうだね。調べられるんだ、こういうの。はあ、なるほど。ここから登れるか。わざわざ辛いとこ登った気がするわ。なんだろう、アサシンクリード思い出す。さすがさすが。ではわしの本当の姿を見せるとするかの。我が名はローム・ボス・フォレームス・ハイラル。かつてこの地にあった国ハイラル、その最後の王だ。おお、かっけ。この国は100年前、大厄災によって滅んだと言うたな。わしはその時に命を失い、今や魂だけの存在となってしまった。記憶の確かでないお主に全てを語れば混乱する。そう考え、わしは仮の姿をとっていたのだ。許せよ。今こそ話そう。100年前、何があったのか。厄災ガノンの正体、それは太古の昔、この国に生まれた魔王が怨念と化して復活した姿なの。ガノンは伝説や研ぎ話に現れるものとして語り継がれてきた。だがある時、王国の占い師が一つの予言を告げたのだ。大地に厄災ガノン復活の兆しあり。だがガノンにこうする力もまた大地に眠る。我らは予言に従って発掘を行った。その結果、陶器祖先の手により作られた遺物がいくつも発見された。人が操る獣をかたどった4体の巨大遺物神獣、自らの意志で敵と戦うからくりの兵士ガーディアン、それらは我が国で長きにわたり語られてきた伝説と見事に符合していた。封印の力を持つ王家の姫と大魔の剣に選ばれし騎士、彼らは遥かな太古、遺物たちと共にまことガノンを封印していたのだ。100年前の王国には力の継承者である姫と才能ある騎士がいた。そこで我らも
祖先に習った陣を張ることにしたのだ。ハイラル中から特に優れた能力を持つ4人を選び出し、神獣を操る任につけ、そして姫を長とし、彼らを英傑と名付けて結束を固めた。姫と5人の英傑が揃うことで厄災は封印できるはずだった。だが狡猾なガノンが我らの想像を超える策を持って復活したのだ。ハイラル城の地下深くから現れた。そしてガーディアンと四神獣を乗っ取り襲いかかってきたんだ。城の民や神獣の英傑たちは命を落とし、選ばれし騎士も姫を守るために傷つき倒れてしまった。こうしてハイラル王国は厄災ガノンに壊滅させられた。しかし生き残った姫はなおも一人でガノンに立ち向かった。リンク、後を託します。あなただけが最後の希望。どうか。姫の名はゼルダ。わしの娘だ。そして最後までゼルダを守ってくれた騎士、それがお主だ、リンク。あの日お主の命運は一度尽きた。だがこの大地の祠に運ばれ、100年をかけてようやく蘇生を果たしたのだ。お主が目覚めてより幾度か耳にした導きの言葉、あれは今もハイラル城でガノンを抑え続けているゼルダの声だ。だがゼルダの力は時期に尽きる。その時奴は完全に復活し、この国は今度こそ滅んでしまうだろう。リンクよ、国を守れなかったわしに言えたことではないが、それでも頼みたい。ガノンを倒し、民を、そして娘を救ってやってくれ。だが今なお四神獣はガノンに奪われたまま、ハイラル城でも多くのガーディアンが動き続けておる。今のお主がすぐにあの城へ行くのは厳しかろう。まずはここより東の地にある村を訪ねるのだ。村の名はカカリコという。そこに住むインパという者がお主の行くべき道を示してくれるだろう。カカリコ村の場所はシーカーストーンのマップに記されておる。まずあの双子山を越え、道沿いに北へ進むのだ。パラセール。始まりの大地でハイラル王から譲り受けた風を受けて滑空ができるアイテム、空中で X を押して使おうと。おお、ついに出てくのか。ハイラル王。ガノン討伐。
なるほど。こっちが先だな。カエラ城行ってもどうしようもねえよ。兵士の弓、戦闘用に攻撃力を高めた弓、より大きなダメージを与えることができる。木で作られているので火がつくと燃えてしまうと。お、どうしようかな。もうこういう実、まあもう一個捨てちゃおう。これでいいや。でゲットして、で、どこに行けんだ。東言ってたな。あれ、手帳で。おお、すげえすげえけど怖っ。あ、これやばいな、スタミナが。ういっと、あ、間違えた、よいしょ。なるほどね。これでとうとう外に出るのか。危ね。まあピョンって飛べば戻ってこれるしね。探索は今度やっとこう。とりあえずこうから見える塔まで飛ぶか。飛ぶぞ、違うかこの先だから、よいしょ。うわあ、すごい、よいしょ。ハイラルの大地。わあ、これから始まんのか。さっき遠くに塔が見えたからそこまで行くわ。わあ、遠いな。すごいな。やば。ふわ。あれ、でもこれさっき手にはなかった。違うキースの羽か。どうしようかな。ダンジョン的なものが見えたな今。
はい。痛い。間違えた。ボコバット。ボコブリンが本能の前に作った武骨なコンボ。当たり所によってはかなりの威力で構えた盾を吹っ飛ばす。壊れちゃった結局近くに塔があったと思うんだけど、まだ先だな結構。じゃあ今回ここまでにしたいと思います。次回ここのダンジョンを攻略してもっと先に進んでみたいと思います。それではまた。